皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回の動画はすげえ普通に弦交換をしてみようかと思います。すげえ普通に弦交換をしてみようかなと思います。というのも弦交換ってどのぐらい時間かかりますかとか、どのぐらいなんかこうどういう手順でやりますかとか、どのぐらいの頻度で交換しますかとか、まあそのような質問がちょこちょこありますので、そういったものに答えつつすげえ普通に弦交換をしてみようかと思います。あ、そういうふうにやれば時間短縮できるのか、あ、そうやってやれば簡単にできるのかみたいな、そういったヒントもたくさんあるかと思いますので、まあよかったら、参考にしていただければという感じです。で、ちょっと遊びながらね、その時間とか測って遊びながらやってみようかなと思いますので、楽しんでいただければという感じです。いつも、まあ普通にやって、まあ15分ないぐらい、まあ急いでやれば多分10分切ると思うんですけども、急がずにすげえ普通にやろうかなと思います。とりあえず、まあ僕はいつもこういう袋に、弦交換セットみたいなのを入れてるんですけども、なんか弦とか、あとこういうニッパーとか、あとストリングスバインダーとか、あとなんかピックとか、なんか六角レンチとか、なんか音叉とか、まあそういったものがね、この中にいろいろ入ってるんですけど、なんかこういうのとか、あ、落ちた。六角レンチとかマイナスドライバーとかですね、があるんですが、とりあえず今日は、ささっとシンプルに弦交換だけしてみようかなと思います。ニッパーとストリングスバインダーと、僕は最近このエリクサーのナノウェブ1047を使っているので、これを使って、弦交換をしていきましょう。それでは、準備をしまして、ほい、じゃあいきます。レッツトライ。普通に弦交換をしていきます。ちょい急ぎ目でいきましょうか、ちょい急ぎ目で。まあ、皆さんがその急いで弦交換するとね、どのぐらいのスピードでできるかわからないですけれども、よかったら今度タイムアタックをしてみてくださいませ。普通にストップウォッチとかね、iPhone とかでありますからね、そういったものを用意していただいて、もうどのぐらいで弦を交換できるのか、そんなのチャレンジしてみたらまた面白いかと思います。で、とりあえず僕の場合は、エリクサー使ってたら2ヶ月、早くて1ヶ月、1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいの頻度で弦を交換します。そのぐらいじゃないと、そのなんていうんだろうな、その弦がすごい毛羽立ってきちゃって、そのなんか手触りみたいなのがすごい気になるんですよ。なんで、まあ、エリクサー使っているときは1ヶ月ないしは2ヶ月ぐらいで弦を交換します。エリクサー使ってないときは、マーティンのマーキスっていう弦を使うことが多いんですけれども、マーキスはね、そのノンコーティング弦だから、すぐ錆びてしまうので、2週間とかでもう弦交換しちゃう感じですね。2週間経つと結構サビサビで音も悪いですし、まあ、手触りとかもすごい気になるので、すぐに2週間ぐらいで交換してしまうような感じでございます。で、とりあえずこんな感じで弦を外すわけですね。で、弦を外すときにそうストリングスワインダーをこう使うわけじゃないですか。ものによっては、ここにそのストリングスワインダーがでかすぎて、ここの木の部分にそのガツガツ当たってしまって傷つけてしまうことがあるので、これ気をつけましょう。あまり適当に回しすぎると、このヘッド部分が、傷ついてしまいます。で、ここから弦を抜いていくわけなんですが、このストリングスワインダーの片方、この飛んでる部分、ここの部分を使って外していくんですけれども、これも適当にやってしまうと、このブリッジの木の部分を傷めてしまうので、気になる方は何かしらこういう布とかを使って当てて、抜いてあげると良いかなと思います。で、ある程度この引っこ抜いておいて、引っこ抜いて、引っこ抜いて、そして全体で一気に抜いていくと。こんな感じですね。弦が抜けました。このボールエンドの方を、右手に持って、左手でこう伸ばしの。で、右手からくるっと真ん中を通しの、引っ張りの。で、またこのボールエンドを通しの。で、またこうボールエンドを通しの。こんな感じでやると、コンパクトになりまして、捨てるときも、楽ちんかなと思います。よいしょ、これ。こんな感じかな。こんなもんです。で、まあ、これはね、缶ゴミになるのか何ゴミになるのかちょっとわかりませんけれども、お住まいの自治体に合わせて交換してくださいませ。で、ここで、その、フロスとかを使ってホコリ取ったりとか、あと必要ならば、そのオレンジオイルとかで、何かしらこうね、ケアをしたりとかするもんなんですけれども、ちょっと今回はそれはせずに、そのまま、弦交換をしていきます。このサドル外れないように気をつけてくださいませ。このサドル外れた状態で弦を張ってしまうとすげえめんどくさいので気をつけてください。それで順番に弦を出してピンをはめていきます。1弦、ほどく、P、
ピンを刺す。逃げ。ほどく。そしてほどいたら、ピンを入れて刺す。三弦。ほいほいほい。ほどく、刺す、四弦、ほどく。そして刺す、ほい、四五弦。まあ、エリックさんはね、その音質的にそのギラギラしすぎて、その、ね、あんま好きじゃないという人すごく多いんですけれども、僕はなんかこのギラギラ加減が最近慣れてきてしまって、なんかこの音じゃないと困っちゃうみたいな場面も出てきちゃってね、まあ、ちょっとそれはいいのかなってちょっと自分で思ったりとかしますけれども、まあ、こんな感じで最近もずっとエリックさんばっか使っております。OK! で、こんな感じで6本差し終わったら、先にこの長さを揃えておきます。4、5、6弦を持って、ニッパーで切っていきます。巻くべきポットじゃないや、ペグから、ペグ1個分、2個分ぐらい。5弦からこの辺。そして4弦からこの辺。本当は、こんな丁寧に言うときは、ね、こんな雑に切っちゃいけないんですけど、ちゃんと曲げてね、そのたわみが、なんて言うんでしょう。たわみが出ないようにしなきゃいけないんですけど、私は結構大雑把なんで、こんな感じでもざっくりざっくり切ってしまいます。おっと、ほい。で、1弦と。やべ、なんか100円ショップで買ったニッパーだから、すごいなんか精度が悪い。切れた。で、このまま弦を切ったら、またワインダーで弦を巻いていきます。ポストに弦を通しまして、1回上に行き、で、その次はどんどん下に持っていくと。最初はね、そのチューニングとかする必要ないので、ある程度その貼れたら、どんどん次へやっていきます。6弦をぐるぐるっと回していって、よいしょっといい。で、このストラップとかが下敷きになると後々めんどくさいんで。OK、これで OK。5分。それ、チューニングが多分時間かかるんですよね、これね。で、その次は5弦を回していきます。5弦、5弦、5弦、5弦。そうですね、急げば全然もっと早くいけそうですね。ちょっと喋りながらゆっくりやってるから、今もう6分とかですけど、これ多分急いでいけばもっと早いな。少なくともビッグマック食べ終わるよりかは早く済みそう。ビッグマックね。まだ動画公開してないですけれども、あの宝部さんとですね、中村コロスケさんとですね、ビッグマックを早食いするという動画をですね、この間撮影したんですよ。ちょっとまだ編集してないんで公開してないんですけれども、その時にですね、すごいもう驚愕のタイムが出まして、本当もう超驚きって感じです。その動画もまあ近々公開するつもりなので、まあ、よかったら楽しみにしていただければって感じなんですけれども、こんな感じでまあその、ね、左手もしくは右手で押さえつつ、もう片方の手で巻いていきつつという感じで、やっていきます。もう少し見せましょうか。逃げを持ちます。で、ポストに通す。で、こうやって押さえる、巻く、こんな感じです。で、ずっとこう押さえつつ、巻きつつ、押さえつつ、巻きつつ、こんな感じでどんどんやっていきます。傷つかないように、このちょっとこのストリングスワインダーのこの位置というか、動かし方にもちょっと気をつけながらやっていきましょう。この余分な長さ、遊びの長さ、これその人それぞれいろいろあるんですけれども、僕は基本的にこの余計な巻くべきペグから1個分、2個分ぐらい、2個分ぐらいのところで切って巻いていくことが多いかなという感じです。結構この辺本当に人それぞれだから何とも言えないんですけど、自分の場合はそんな感じでやっているって感じですね。7分。いい感じです、いい感じです。で、このストラップのね、なかったからこの紐で留めるというね、とってもこのワイルドな方法。紐って。麻紐って。OK、これで大体 OK でしょう。とりあえずこれでチューリングをすれば、弦交換完了かな。ほいほい、ほいほい。紐を引っ張って、麻紐。OK! で、ここからチューリングをしていきます。2分でチューリングはちょっとしんどいな。2分でチューリングはちょっとしんどい。音差がねえし。音差、音差急げ。音差はどこだ？あった、音差ありました。チューリングしていきます。
2回目。健康感をしているということで知った。ちょっとね、説明すっ飛ばしてしまったんですけれども、弦を切るとき、特に巻き弦、弦を切るとき、人によっては、この折り目をつけてから、切るという人もいます。まあ、その弦交換のときに、その6弦とかよく見ていただければわかると思うんですけれども、この細い線に、このぐるぐる巻きの針金を巻いてって感じなんですよ。真ん中はこの芯線があって、そこにこう巻いていると。これはその巻き弦というシステムなんですけれども、この巻き弦、できるだけこの巻きがしっかりしている方が音質が安定していると言われているんですよ。なので、このニッパーとかで切って、この強い衝撃を与えるとするじゃないですか。このバチコーンつって。で、この時の衝撃って結構バカにならない衝撃なんですよ。なので、この衝撃がこの巻き弦の方にガガッと伝ってしまって、でその衝撃でこの巻き弦が緩んでしまって音が悪くなるっていう人も中にはいらっしゃるので、そういう方の場合は一回なんだろうな、ここからこう切るとしたらば、ここを切るとしたらば、ここを切るところから下を一回こう曲げると、こうやって曲げて、でここを切ってしまえば、こう切ったとしても、ここの曲げたところから下の方にその衝撃が伝わりにくくなるので、その音質劣化が少ないなんていう方もいらっしゃいます。こういうふうにね、ちょっと音とかが気になる方がいらっしゃれば、こういう切り方をするとなお良いかもしれませんということです。ここは結構気にせずに、ザクザク切ってしまうんですね。こんな感じで原稿ができましたという感じでございます。もし何か参考になるところがあったら、どんどん盗んで、どんどん真似していただければという感じでしょうか。はい、ではでは、また違うところでお会いしましょう。さよなら、パハハイ。